はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。はい、今回の動画はですね、車屋さんにちょっと今から行こうかと思います。エアコンの効きが悪いのでちょっと見てもらおうかと思ってます。大したことなければいいんですけどね。とりあえず行ってみましょう。帰ってきました。見ての通りです。台車になりました。簡単かなと思ったんですけど、車屋さんが見られて、なんかもう別の人とゴニョゴニョ何か話してたんで、と思ってたら重傷かもしれないって言われました。まあ、詳しいことはちょっともう車置いてきちゃったんでここって言えないんですけど、とりあえず原因をどこが悪いのかっていうのを見て連絡するっていうことなので、しばらくはちょっと台車で生活したいと思います。今動画を閉めて部屋に帰ってきたんですけど、なんとそのまま携帯が鳴りまして、車屋さんからだったです。で、なんか出始めたっていう連絡がありましたんで、ちょっとまた車屋さんの方にちょっと行ってみたいと思います。はい、戻ってきました。ですね、今暖房入れたんですけど、まあ暑いです。昨日までのが嘘のようです。なんでもうどうしようかと思って、まずもうここまで復活するとは思いませんでした。それで車屋さんから聞いた話なんですけど、今回のその原因になっただろうと思われるところが、ここエアフィルターですね。ここがちょっと汚れてたのか何なのかわかんないんですけど、ここを掃除したら暖房が一気に出てきたっていうことなので、まあ汚れてたんでしょうね。いやー、すごいですね。もうちょっと大掛かりになるかなと思ったんですけど、まあとりあえずそこで暖房、あったかい風が出るようになったので、とりあえずこれで様子見っていうことでいきたいと思います。それで朝と夜の寒い中がだいぶマシになりますね。日中は言ってもすっごい暑いんで、まだ冷房の方がいいかなと思うんですけど、よかったよかった、安心しました。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。